全日本でもキャプテンを任されまして銅メダル獲得に貢献しました。ファーストの左破っていきました。いきなり長打になるか、ちょっと滑った、しかし大丈夫です。ツーベースになりました。注目の石峰がいきなりツーベースヒットです。さあセカンドが飛びついて吉川拓海キャプテンがボールを、千葉ロッテマリーンズからドラフト1指名を受けています。この石峰1、2塁間しぶとく破っていった。さあ2塁ランナーは3塁キャンバス止まる、3塁を回ったところで止まりました。ただちょっと送球がそれたぞ、送球がそれた、しかしランナーは自重します。